エセックス社は1919 19年の登場時からすぐに人気を得た。販売台数は113万台以上だったが1932年に終了。以降はテラプレーンに引き継がれた。エセックスは自動車のブランド。1918年から1922年まではエセックスモーターカンパニーが生産し、 1922年から1932年まではハドソンモーターカーカンパニーが生産した。生産販売されていた当時のエセックス社は小型で低価格の乗用車と見られていた。自動車産業史でのエセックス社はオープンツーリングカーからエンクローズド客室に変わるきっかけを作った乗用車として語られる。当初エセックス社はハドソンの子会社。 エセックスモーターカンパニーの製品だった。このエセックス社はスチュードベーカー社のデトロイト自動車工場をリースして自動車を生産した。1922年にエセックスモーターカンパニーは解散しエセックスはハドソンの製品となった。エセックスの乗用車は平均的な家庭が容易に購入できる価格となるよう開発された。 耐久性があり、その能力はトリプル A やアスップスが確認した。エセックスは1919 19年にオハイオ州新シシティで50時間3037.4マイルの耐久テストを平均時速60.75マイルで達成した。初期のエセックス乗用車はまたヒルクライム記録を数多く獲得している。当初はエセックスでもオープン4ドアで、 キャンバストップをつけた一連のツーリングカーラインを販売していた。ツーリングカーは当時の最も人気のボディスタイルだった。一方、エセックスでは全閉鎖小型のセダンを1920年に追加、1922年のクローズドコーチでは当時は聞いたことがない1495ドルという低価格でツーリングカーより300ドル高いだけだった。 1925年にはコーチはツーリングカーよりも低価格となった。ヘンリー・ホードは低価格乗用車の発明家とされるが、一方、全閉鎖小型乗用車を低価格としたのはエセックスであった。エセックス車は1920年代にはよく売れた。1931年には販売が下落。1932年にはデザイン変更し、名称も。 SX イコールテラプレインとなった。エアラプレインをもじった名称であった。1933年には SX は終了し、以降はテラプレインとして販売された。1932年式 SX 社では、それまでのゲージに変えて、初めてインストルメントパネル上の警告灯が使われた。テンプレート、ハドソンモターズ。ありがとうございます。